超液太郎サブチャンネルです。あなたは突然振り込まれたお金がありましたら返しますかあるいはホストに突然お金が投げ込まれたらそのお金返しますかね。これみんな考えますよね。うん。結果としてそれを返さなかったら逮捕されるよということが今現代社会の結論ですわな。 うん。ああ、これで逮捕されるんだ。まあ、ただね、まあ、状況がわからないときは、なんかかわいそうだなと思って、やっぱりカジノのところに、まあ、10日間余りでボンボンふ、あのー、あれを本当に爆打でしたのか、形で、まあ、真似のんじゃないけど、どうしたのかわからないけど、確かにそれはまずいよなとは思いますよね。うん。でも、これ、 ねえ、こうなりゃさ、それは返すよ。でも、本当にそうなったとき、どうなのかなって。うん。まあ、これと同じ状況にしましょう。今回と同じ状況ね。うん。あれ役所から振り込まれたっていうとき。うん。でもまあ、これ聞いちゃうとさ、返さなかったら、パクられちゃうんだってだけど、言われる前ですよ。まあ、本当は一つとしてこれ捕まらない理由としては、 振り込まれました。なんかの状態で気がついた時点で自分が送金しちゃうなり、下ろしちゃえば、これは罪にならないのかな。でも、これが誤送金、間違ったものだよっていうことを告知された後に、それを勝手にやるとダメなのかな。うんで私、これ簡単に逮捕はないだろうなと思ってたんですよ。でも、長所、長所を任意だけど2回されてるっていうことを言 を聞報道で聞いたときに、まあ私、あの、蝶疫さ、蝶疫先生チャンネルっていうことで、あの、金井先生、ね、元法務教官の金井先生、あの、やたらめったら法律に詳しい金井先生と、あのー、撮影してて、その時に、たまたまね、蝶疫先生の撮影してて、いや、取り調べ、任意の取り調べがあったんだよね、これ大丈夫、いや、 逮捕になると思いますすよよっってて彼は言ってたんですよ、うん、任意の取り調べが2回続いてるっていうことは逮捕に向けて、えー、進んでると思いますっポロッと言ったんです本当かよと思ってけどその通りになったんでああなるほどな何か情報をもう握っていたのかそれでもそういう仕組みなのか、うん、じゃあ任意の調書があるっていうことはやっぱ逮捕されるんだなっていうことがねこういうことでも、うん、なんだなーっていう。 皆さん気をつけた方がいいですね。うん。でやっぱり、うーん、そうか、でもこうなると、まあ、こうなってくると役所の対応をんぬんかんぬんっていうこともあるんだろうけど、その、ねえ、事細かい言い方がどうだったのかとかね、うん、私はあの、一つ思うのは、本当に、どこか、 そういった判断ができないぐらいの、その、なんていうのかな。そういう、うーん、性格とか、性質の子なのかな。それか、ものすごい賢いか。分かった上でもう、逮捕されることもね、分かってて、ああいう何社あるか、えー、海外、海外の、えー、カジノに、とにかく入れるだけ入れちゃって、その金をどうにか、 半分ぐらいは残すような形にして、もうそれをやったのか、誰かがその方法がいいよって言って仲間に聞いてその方法をしたのか。うん。だって単純に、単純に、どういう書き方するかわからないけど、そんな毎日何百万単位を負けるような爆死の書き方がであの、カジノのやり方ができるのかな。だ、まるっきり行きっぱなしってことないよね。だって負けるために書けるわけじゃないから。 プラスアルファの分もあるはずだよね。うん、全部のやつに全部、まあ、この、ね、右か左か黒か白かってかけれるわけでもないんで、そんなに負けれるものなのかなわからないけど、私はその、オンラインのカジノってやったことがないんだけど、でも毎日毎日やったって、どっかでこれぐらい残しとこうっていうふうに思わなかったのかなそれか、例えば、まあ、4630万あるわけだから、 とにかくこの金を原資にして、倍にして、1億ぐらいにして半分返せば、いくらかになるわなっていうふうに思ったのかなまあ、例えば5千万にしても6千万にしても、え数百万は残る。で、会社は、チは当たらないだろう。みたいな感じでやったのかなうん。うん。そう、勝てるもんじゃないと思うんだけどね。うん。まあ。 逮逮捕捕するなならもっっと早い逮捕だったのかなあまあ、任意で携帯はあ、預けてたっていうことだろうけど、ID パスワードがあればね、ネットカフェでもどこからでもやれるだろうし、他の携帯でもできるだろうし、携帯電話が一つとは限らないんでね、そんなやり方したんだと思うけど。うん。まあでも、でも単純に、単純に思うのは、あの、確かに犯罪っていうふうに、 認知されて逮捕された、まあどういうふうに起訴されてどういう判決が出るかわからないですけど、ここに関しては、振り込みがなければ、この犯罪は成立してないんですよね。彼が勝手になんかずっと、よし誤送金で振り込まれたら全部カジノに使ってやるって、虎視淡々と狙ってたわけじゃないし、それが計画できるわけもないわけだから、 まあふって湧いてきたことなんで、計画性があったか、なかったかっていったら、なかったでしょうね。それをあの知らされて、家に来て、その役所の人が来て、こうなったよ、銀行まで行くよっ,つって言って、話してるうちに、あれれれれ、これどうしやろうかっていうふうになった、うんだから、もっとそのところの説明とか、もう逆にもうこれはもうどうにもならないからこうだよっていう説明なのか、それとも本当に、 悪かったですねって言っても本当申し訳ないね。これを戻させることにもうおだててすかせして、なだめて、なんかもう本当に持ち上げてでも振り込みさせるべきだったのかとか、まあいろいろ考えますよね、これ。本当に。もう本当に大きな話題になって、インタビューでもあなたならどうしますかとか山口県民の方に聞きますとか、もう一躍有名になっちゃったですよね、これ。うん。私も、 あのー、もうあんまり触れることでもないかなと思ったけど、逮捕されたこの子の身になってみたらどうなのかなもうそこの街には住めないし、なんか見たらすごい大豪邸ですよね。<laughs> 昔の古い家ね、でも空き家になってるところに、まあなんかそういう制度で住めるようになってて、っていうことなんで。うーん。実刑行くのか、これ。だけど絶対弁償できませんよね、これ。 じゃあ、弁償するとするとどうするのこれ。実刑に行っちゃったら絶対弁償不可能ですよ。うん。じゃあ、まあ、執行猶予にして、月々いくらとか返済っていうことを言ってくしかないんだけど、これさ、10万円返すって無理じゃん。さすがに。5万円ぐらいとするじゃん。年間60万じゃん。 単純計算でさ、10年で600万じゃん。これ予測もついてるさ、10年で600万だよ。<laughs> ねえ。100年かかってるえそんなん無理じゃん、こんなん。いせえんよね。じゃあ自己破産するのかな ねこういう場合どうやっていくんだろうどうするんだろううん。逮捕しちゃったら金は取れんよね。ましてや実刑だったら絶対無理で100%無理だよね。うん。なんか本当に難しいことになっちゃったなっていうふうに思います。何かいい解決策があったら皆さんコメントで教えてください。以上です。